私が牡蠣に負けてる間にこそ泥扱いされ、そして全てが終わってた。遊びに行った義実家で出された昼ご飯に牡蠣があって、美味しくいただいてたんだけど、私と旦那二人でうんうん苦しむことになった。子供は牡蠣よりお肉って感じだったのが幸いだった。で、病院を行ったりトイレを行ったりだし、疲れで動けなかったりと、汚い話でごめんね。してる間にママ友 A からメールが来てた。そのメールを見たのは腹が少し落ち着いた次の日だった。内容は炙り出しメールで、 A 宅に泥棒が入って物が盗まれたみたい、警察に連絡するのでもしかしたら協力お願いすることがあるかも、みたいな、ここで何度か見たことがあるような見慣れた感じの内容。私は1日経っちゃったけど、実家にいて食べ物にあたって体調が悪いことと、何かあったら協力する旨を伝えてたんだけど、どうもその1日ってのが A にとっては何かやましいことがあったからだろうと思ったらしく、食べ物にあたったというのもそれをごまかすための方便だろうと思ったらしい。ここからは周りの人から聞いた話。 A は私をとっつかまえてやろうと私の家の前でスタンバイしてた。合わせて A 宅に泥棒が入ったことと私が怪しいってことをママ友や縁や旦那に根回しや報告したらしく、中には確定の話じゃないんだからと言ってくれていた人もいたみたいだけど、無理だったみたいで、腹が立つことにママ友に A はこそ泥して隠れるような人ってね、どういう教育されたのかしら、私ことも遊ばせるの考えるわよねとか言ってたみたいで、後から聞いてすっごく腹が立った。やってねえよバーカー。でも結局そのこそ泥は A の兄だったことが判明した。 A が実家で白物家電を今度買うって話を聞き、なおかつ A が ATM でお金引き落としてるところを番号を見て覚えたとかで、でも A 兄は金盗んだのはいいけど、どこに隠すか家でうろうろしてるのを、 A 曰く鬼嫁の A 義理姉に見つかり自白、そして A 兄を連れて私の家の前で仁王立ちしてる A の前で土下座させて自供と謝罪。 A さっさと家に連れて話し合いさせたらよかったのに、私が犯人だと決めつけてたせいか、 A 兄の告白も嘘でしょ、やめてよと言いながらその場に居続けたことで、近所にこそ泥の経緯も犯人も知れ渡った。私さんが完全に犯人じゃないって証拠がないと信じないと、その場から離れない A さんは2日後かに帰ってきた私と旦那の病院の治療代のレシートを見て、しねっと叫んで帰っていった。最初のメールから A 発信のメールは来てなかったので、何が何だかわからず、近所の人や大変だったねえと報告に来たママ友の話を聞いて、ようやく A の一人暴走の結果を知った。A、暴走が終わって家に帰ると、同居と目に、こそ泥が、執事にいるなんて、どういう教育されてきたのかしらねえ。近所の人にもどう思われるかと言われ、引きこもってるらしい。A と目が近所にさらに愚痴りまって広がってる。もしかしたら A ここ見てるかな。A 子ちゃんはいい子だから、子供たちは遊ぶの禁止とかやめてあげてね。後書き当たったの、本当だからね。あと、思い込み激しいのもほどほどに。以上、失礼しました。